中崎久んは、日本の政治家、医師。神奈川県大磯町町。富山県高岡市出身。1968年3月、神戸大学医学部医学科卒業。1970年3月、国立がんセンター病院外科レジデントになる。1980年12月、東京大学より医学博士を授与。2003年4月、 東海大学医学部付属大磯病院長に就任。2007年4月、同大学健康推進センター所長に就任。2008年8月、大船中央病院長に就任。2010年11月28日に行われた大磯町長選挙に無所属で出馬。現職の三好正則、元町議の渡辺淳子、元町議の柴崎茂ら3名の候補者を相手に、 接戦を制し、初当選。投票率は52.39%だった。同年12月15日、大磯町長に就任。2011年、大磯町自治基本条例を制定。2014年11月30日の町長選挙で、元町教育委員長の曽根田真嗣を破り、再選。2018年11月18日に行われた。 町長選挙で、元町民の玉虫、しほみのる、材木店経営者らに候補を破り、参戦。投票率は41.17%。ありがとうございます。